はい、今日のテーマはある鳥です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。なぜかですね、私の周りフクロウが好きな人多いんですよ。で、フクロウのモチーフ作れないかしらっていうお話をね、何人かに言われたことがあって、で以前ね1個作ったことあるんですよ、モチーフだけ。あのクロコダイルステッチっていう、あのちょっと魚の鱗というかクロコダイルの鱗に似せた編み方を用いて、で自分で編み図をうなって考えて、この手のひらサイズのね大きいフクロウのモチーフ作ったんですけど、それをちっちゃくして、あのキーケースっていうんですか、鍵をつけて首からぶら下げるのを作れないだろうかみたいな。今日は違いますよ。今日はそこまでいきません。目標のイメージ的にはこんな感じで、ここの中に鍵が収まってて下からピロッと出る、こうで紐ついてて、この中に鍵を収納して首からぶら下げておけるみたいなのが作れたらいいなと思うんですけど、これ何分立体なんですよ。理想としては鍵を覆うもので、今私モチーフ、平面のモチーフしかやってないので、それをどうちっちゃくして立体にしていくかっていう作業はこれから考えようと思います。で、今日はまずはその以前私が作ったフクロウのモチーフ、コットン糸で太めで5号針ぐらいで、かぎ針5号で編んだんですけど、今日はそれをちょっと小さいモチーフを編むというところから始めようと思いまして、レース糸、でもちょっと太めですね。レース針も0号でいきます。で、編もうと思います。で、編み図です。ワンヤンって感じですけど、編み始め下から編んでいって、これ土台ですね。このクロコダイルステッチっていうのは、この、長編みで作った、ここの土台の中に長編みを編み込んでいく。こっちも編み込んでいく。っていう形で、こう、うろこっていうものを作っていくので、まずこの土台作っては、うろこを作って、土台を作っては、うろこを作って、土台を作っては、うろこを作ってっていうのを繰り返して、こう、フクロウの体の羽の部分を作って、あと、細編みで上確か、顔っぽいものをビヨーンと作っただけなので、まっすぐできるんじゃないかなと思っております。まあやってみましょう。でまず鎖編みを5目、1、2、3、4、5、5目編みます。でここから3目立ち上げて、この鱗を編みつけるところの土台の方を作っていきます。で、まず3目、1、2、3目立ち上げて、もう1目、鎖編みを編んで、で、この根元ですね、に、よいしょ、長編みをして、要するにこの長編み、鎖編み、長編みっていうこのワンセット、ここに鱗というか、クロコダイルステッチを編み入れていく土台を作ります。で、鎖編み1つ編んで、こっから2つ目、離したところ1つ開けて、ちょうどこの鎖編み5目の真ん中に当たりますね。真ん中のとこには、よいしょ、長編み1つで、また鎖編み1つして、で、また、今度、端っこです。一番最初。鎖編みの第1目のところに長編み、鎖編み。で、同じところに長編み。V 字、まっすぐ V 字みたいな。こういう形になりました。でここから、編んでいきます。はい、鎖編み3目で立ち上げて、長編みを編むんですけど、この長編みの
全体、足をすくうというか全体を、よいしょ、後頭部維持の中、内側ですね。内側から、よいしょ、近づけていこう。はい。ここの V 字。この V 字の内側、中から針を入れて、長編み。で、この1本の長編み、この長編みに、全部で長編み的には5目入れるんですね。で、今回、今はこれ3目立ち上がりをしたので、もうこれですでに、長編みが3目編まれた状態かな。この。で、よ。はい、5目。ちょうどこれで、長編みの足に長編みが5目分編まれたことになります。で、これが一番下。ちょっとこう、鎖編み一つ編んで、で、ここからくるっと回して、さっき V、ここにちょうど V 字状態にあったものの反対側も V 字の真ん中、ここ内側から針を入れて長編みを編んでいきます。またこっち。よいしょ、しょ、しょ。こっちも。よいしょ。中に入れて、これ2目。はい、3目。4目。5目。ここの V 字、長編み、鎖編み、長編みっていう感じの、この V、三角形っていうのかな。ここの、こっち側とこっち側に、5目ずつ長編みが入ることになります。で、入り方は必ずこの V 字の真ん中からこっち側。真ん中からこっち側に、細編み5個。終わったら真ん中からこっち側に長編み5個。っていうふうに、編み地、この編み地を回転させながら編んでいくことになります。今ここ5目まで編みました。そうすると次、すぐ、よいしょ。すぐですね。またこっち側の V 字のところに長編みを5個編みます。はい。そうすると、鱗が2つ出来上がりました。で、次の段、ここですね。ここもまた土台を編まなきゃいけないので、ここから、このね、鱗っていうか、羽のところから、もうまた直接、よいしょ、鎖編み3つ。で、また、鎖編みもう1個。で、同じところ、今出てきた、このところに、長編みを1つ作れば、ここで1個 V ができます、土台として。で、鎖編み1つして、次、ここのね、今作った、この、鱗のこの真ん中にブスッと刺して長編みを一つで、また鎖編み一つして、今度実はここの鱗とここの鱗の後ろ側に、裏にね、土台の長編み一個が隠れています。で、この長編み一個の頭を取って、で、ここに長編み一つ、鎖編み一つ、長編み一つを、よいしょ、入れていきます。で、ここに V 字を作ります。V。で、鎖編み一つを編んで、この鱗の真ん中にブスッと刺して、長編み一つ。で、また鎖編み一つ。で、今度、はい、ここの、今、この鱗作るときに、ここから1、2、3って3つ立ち上がったんですけど、この3つ目、立ち上がった3つ目を、よいしょ、上はめと裏山拾ってきて、長編み、で、鎖1つ、また同じところに長編みって言って V 字1個作ります。よいしょ、よいしょ。
で、これで、2段目の土台 V 字1個 V 字1個 V 字って V 字が3つ入ることになります。この V 字が3つ入るってことは、ここに V 字のところにこの鱗みたいなものができるので3枚出来上がるって考えてください。で、同じように1段目と同じようにまた、はい、2段目フリフリフリルついて可愛い感じですよね。で、ここからまた、はい、鎖3目同じですね。土台を鎖もう1個編んでと同じところに針入れて長編みを編みます。で、最後5までやりたいところなんですけど、実はここまで今編みました。ここね、ちょっと羽の枚数を減らしてキュッとちっちゃくしたいんですよね。こっからピュッと。で、そのピュッとするためにどうするかっていうと、ここ最後の5目を実は、はい、鎖3目編んで中に戻ります。引き抜き編みします。そうすると今鎖編みじゃなくて長編みをね、そのまま5目まですると、針の位置ってここで終わるんですけど、今真ん中に戻したかったんです。ここに戻したかった。なぜかというと、ここから3目立ち上げて、でもう1個編んですぐこっちの長編み1目のところに、はい、長編み、鎖編み、長編みって V 字作りたかった。今までずっと編んだら3目立ち上げて、でこっち一番端っこに V って作ってたんですけど、それをなくしたかったんで最後ここに戻ってきました。でここで長編み1つだけ、長編み1つ分のねものだけを作って、次こっち、ここに羽ができる。だから1枚減りましたね。ここに羽がきます。また1つ鎖編みして、真ん中、この鱗の真ん中に長編みを1つ、こうして長編み1つで終わるのかな。ここよりも羽がこの間に羽来て、この端っこに羽は来ないっていう土台にします。でここから、はい、まあ、何も考えずいきなりもうここからここの V 字に向けて羽を作っていきます。いきなりも長編み5目入れていきます。1よいしょ。そうすると、はい、羽が少なくなってちょっとキュッとちっちゃくなりました。これをこっからもう減らしても可愛いですよね。2枚。はい、では何事もなくこっから 1,2,3 って鎖編み3つ編んで、もう1個編んで同じところに長編み、ワークをこうしているうちにもう40分も経ってしまいましたよ。はい、で最後、あ、今日はこのクロコダイルステッチのところだけでちょっとお時間になりてしまいます。まあ土台、まあクロコダイルステッチはこうやって土台を作って、これね、こうやって土台を作って、この2本になってる部分に羽をつけていきますってことですね。はい、じゃあまた続きは明日やっていきたいと思います。羽に見えればいいんですけど、この状態だとね、うーんって感じですよね。はい、じゃあまた明日よろしくお願いします。それじゃあ、じゃあ。